さんこんにちは。 MI ジャパン東京講師の高橋亮です。今日はですね、ちょっと地味なテーマではあるんですが、ちょっとしたグリスの活用法っていうのをちょっとやってみたいと思います。グリスって言ってもなんだそれっていう人もいると思うんですけど、こう例えばこんな風に弾くときに、ただこんな風に弾くんじゃなくて、でグリスアップしてこれを入れるとちょっと、フレーズが面白くなったりとか、逆に音を切るときにできるんじゃなくて、で切るとなんか粘りが出たりとか、いろんな活用ができると思うので、皆さんにちょっと地味なテーマではありますが、いくつかご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、ベースマガジンの方にも、譜面が載っているんですけれども、EX1 ですね、こちらは、どうしてもベースで例えば静かな曲を弾くときなんかに、突然ボーンって入ると強すぎちゃうんじゃないかっていう、こう強すぎて入っちゃったり、逆に今度ビビっちゃってすごく弱くなっちゃったりっていうことがあるんですけど、それを防止するためのグリスっていうのをちょっとやってみたいと思います。フレーズ的にはこんなやつなんですけど、これをただこのまま入るんじゃなくて、でこうスライドしながらで入ると、力加減もいい感じで入れるっていうのを実際にやってみます。グリスなしとありを、両方弾いてみますので聴き比べてみてください。もちろんその、ありの場合はどうしてもこの一拍目がこうぼやける形になるので、それでもちろんいいこともあるんですけれども、そのおかげでタイトさが失われたりということもあり得る話です。なので、万能ではないので、いろんな場面によって使い分けるようにするといいと思います。次の EX2 の、フレーズなんですけど、こちらはちょっと元気な、ラテン風のフレーズを考えてみました。どうしてもラテン風のタン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 っていう感じのグルーブっていうのは、どうしても日本で育った人にとってはちょっと出しにくいもんなんですけれども、このなまった感じみたいのをこういうふうにこうシャキシャキっといかないで、真ん中をこういうふうにグリスを入れることによってちょっと粘りを出してあげるっていうか、そんなフレーズをやってみてほしいと思います。打速ですけども、このマイナースケールだとすると、ここの音はちょっとね、弦5度みたいのでブルーノートみたいな音になりますので、これが混ざることでちょっと怪しい感じも加味できるっていうこともあったりします。こちらもグリスなしとグリスあり両方弾いてみますので聴き比べてみてください。
でしょうか、やっぱりちょっとグリスを入れた方がちょっと、なまった感じが出て、それっぽく聞こえたんじゃないかと思います。とはいえこれも、どうしてもその真ん中が、ぼやけてしまって他の人がやりにくいとかいう時には、毎回入れるんではなくて場面によって使い分けるようにしてください。そこは臨機応変に、はい。次は EX3 なんですけども、こちらはちょっとブルースっぽいフレーズを、考えてきました。ブルースだとさっきのあのブルーノートみたいな音がですね、例えばこれ E だとすると1度2度3 E マイナーだとすると1度2度3度4度と5度の間にブルーノートがあったりとか、あと3度も、単3度と超3度の間にブルーノートがあったりするので、これを、フレーズで、ちょっと表現したいんですね。なのでグリスなしだとこういう全然5度と7度とルートと3度っていう普通のロックみたいなフレーズになるんですけど、それをこっからグリスで入って、しかも3度はこれクォーターチョーキングって言うんですけど、この次の音まで行ってないけどちょっと上がってるみたいな、こんなのを入れるととてもなんか怪しい感じになってブルージーにですね。これがないと普通のフレーズになります。この違いをぜひ、聞いてみてください。そして自分でもやってみてください。ワン、ツー、スリー。